んにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、どうすっぴんなんでございますけれども、私の最近の一群コスメを使ってフルメイクをやっていきたいなと思います。めっちゃおすすめのコスメばっかりなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今日もいきましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、ということでやっていきまーす。声どうしたって感じで。はい、まずですね、ちょっとリップを保湿したいので、こちら大好きシピシピのリッププランパーピリ辛使っていきます。結構ヒリヒリすんねんけど、めっちゃ唇の治安整うので毎日これ塗ってます。まずこれ塗って、てかさ、全然関係ないねんけどさ、まつげ伸びたくない？ほら、なんでかっていうとな、最近これファンの子に教えてもらってんけど、マキアージュのドラマティックアイラッシュエッセンス、まつげと目元用の美容液を使ってるんですけど、なんか色素沈着することなくめっちゃまつげが伸びてきて、めっちゃいいかもしれない。もうちょっと塗ってみますけれども、よかったらまた紹介しますね。はい、では早速やっていきたいと思います。まずですね、下地とファンデーションが一緒になった BB クリームなんですけど、これやばいねん。こちら、ディオールのプレステージホワイトルプロテクター UV ミネラル BB00 番 SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけど、これめっちゃ高いんですよ。めっちゃ高いよ。高っと思ってんけど、これはマジでお金出す価値があるってぐらい、これ使ったら他のファンデーションちょっと使われへんくなるぐらい、めっちゃ仕上がりが綺麗なんですよ。もうとにかく肌がめちゃくちゃ保湿されます。で、その保湿力が1日キープされて、全く乾燥しない。夏場とかやったらもしかしたら崩れるんかなとか思うんですけど、冬場だと本当にマスクとかして蒸れたとしても全然崩れなかったから、ね、マジで高いから、どうしよう YouTube で紹介しようかなとか思ったんだけど、投資する価値があるファンデです。別に私は高ければいいって思ってるタイプではないのは皆さんもちろんご存知だと思うんですけど、ほーら、いいよ。美容液ファンデなんで、まあ、カバー力で言うと普通のファンデよりは、まあ、確かにちょっと控えめな感じかなっていうのはあるんですけど、でも本当に塗り心地とか伸びの良さとか、あと私はまあどっちかっていうとカバー力より素肌感重視なので、これ塗っとけばマジプルンプルンのツヤン派ツヤンの、もう潤いに満ちた肌になれるって感じで、マジでこれしか今無理ってぐらい気に入ってます。なんか私ファンデーションさ、いろいろ去年もめっちゃ試したじゃないですか。で、いいものめっちゃ見つかって、とかファンデのクオリティが上がりすぎて、それこそ B アイドルで作ってたけど、もうちょっと本当に嫌気がさしてきたというか、マジで世の中に出回っているファンデが良すぎて、あーもうちょっとで完成するって持ってきたけど、やっぱりなんか納得いかんって思って、またリセットしたんですよ。これに出会ってしまったから自分のファンデーションは作り直しになりました。ってぐらいマジで良くて、わかる？ツヤンツヤンになんねん。今ちょっと思った感想を言うと、手の方が綺麗に塗れるなって思った。濡れたスポンジで塗ると全然フィットしないから、これ手で綺麗に伸ばしてあげて最後にスポンジで押さえるのが一番いいかも。スポンジ使った方がいいかな、メイク動画やしって思って今ちょっと使ってみてんけど、普段自分の雑なメイクをするときは使ってなかったんやんか。わかる？このファンデーション塗ったら大体ちょっとなんか持ってかれる感じあるやん。なんか潤いが。私の肌の潤いをファンデが吸収していく感じがいつもするねんけど、これは本当に潤いをプラスしてくれるって感じで、とにかく肌の調子がすこぶるいい。メイクしたてがずっと続くぐらい、こう、しっかり保湿されて、マジで言うことないけど、まあ高いよねって感じ。で、コンシーラーを最近こちらの2色を混ぜ混ぜしておりますね。ルナのロングラスティングコンシーラーフィットの 0.7 番のアイボリーのカラーと、こちらは03番のピンクのカラーを混ぜ混ぜして使ってます。こんな感じで2色を混ぜて、ピンクメイクが多めなんですけど、肌に血色感がコンシーラーで持たされて、ピンク入れた方が浮かなくていいです。で、最近はこの辺のクマが気になるので、重点的に目頭側にのせて、あとはこの肉付けをやっております。変わらずこれは絶対やってるな。この目頭側のくぼみとかね、あとまあちょっと眉周りも綺麗にしつつ、なんかこれはフィリミリかな、韓国で買ったブラシです。オリーブヤングにありました。そう、たださっきのファンデーションね、ちょっと濃いシミとかは消えへんから、まあ、気になるとこはコンシーラーで部分的にちょん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 と消してるって感じ。でもなんかファンデで完璧にカバーするとさ、ほんまに乾燥するから、カバーというよりなんかもう最近ファンデは保湿重視なところがありますよね。はい、こんな感じでございます。続いてですね、パウダーです。パウダーはこちら、変わらず大好き、ナーズのライトリフレクティングセッティングパウダーブレスト N。 パウダーはね、もうやっぱりナーズが好きですね。パウダーは最近は頬のここに三角形を入れて、
眉毛とかおでこのちょっとこう余分なツヤをちょっとだけ消すイメージで、眉毛はちょっとほんと中の方とかもなんかしっかりめに入れてあげてってしないとパウダー入れとかんと描きにくいからね。で鼻周りはテカりたくないのでちゃんとします。なんで目元とかもちょっとで、結構さっきのディオールの BB クリームがベタッとするので気になる方はちょっとパウダー入れてあげた方がいいかな。シワをかき消さない程度のシェーディング、いつも忘れるから先にやります。リミューのシアマットシェーディング02番、ぐるっと取りまして、この辺にフェイスラインの影をね入れていきます。この前湘南美容外科さんとあの TGC で仕事一緒にさせていただいて配布を受けましたね。最近で言うとまあそろそろ引き上がってくるかなーっていう感じ。あとあのイオン導入ってやつやったんですけど、それやってからマジで肌の調子が良くてちょっとしばらく通いたいなって思いました。そしたらちょっと眉毛今日は描いていきます。最近眉毛はマキアージュがもう一番好き、マキアージュのブローライナー EXBR652番です。マキアージュ大好きよ。アーチ眉にしてからマキアージュが描きやすくなりました。足りないところをさっと埋めます。なんかでも下はね割と平行にとって眉尻は落として、ここですね、ここに丸みを持たせると私の顔はバランスが取れるので、ここに丸みを持たせる、この角があんま出ないようにしてます。ほんとね、眉毛もね眉毛サロン行ってがっつり抜いたりとかしててんけど、なんかあんまり平行眉じゃなくなってからはそんなに頻繁に行かず、自分で邪魔なとこだけピピって抜いて、眉頭濃いと変やからこの辺の眉頭の毛をちょっと濃いなって思うとこ抜いてちょっと薄くさせてます。まあざっくり形が取れたらペンシル感っていうのをスクリューでぼかしつつ、眉頭は立てつつ、はい、一押しこちらルナスルのスタイリングアイゾンコンパクト01番、これの薄い色とちょっとこの中間色を混ぜて全体をこうぼかすように埋めていきます。この時に中間ら辺からこの色のせて、残りのちょっとなんか少なくなったパウダーで眉頭こう丸く入れてあげる。でもうちょっと眉尻濃くしたいなと思ったら中間色を重ね続ける。眉頭のこの丸みを持たせたいところはこういう感じでブラシを入れてあげるとうまい具合にこうふわっとボケてくれて、なんかこう角の立たない眉毛になってなんか優しい印象になりますね。あ、なんか自分が眉毛についてこんだけ語れるようになってることがマジで嬉しい。まあまだ練習中ですけど、たまにすごい事故を起きる日もありますね。最後にまたペンシルでちょっと調整して、で眉マスカラはこちらケイトの 3D アイブロウカラー NBR5 番。最近はねちょっとピンクメイクなんで眉毛もほんのりピンクを重ねております。でもなんかそんながっつりっていうよりちょっともうなぞる程度ぐらいで、ちょっとこの時に眉頭を立たせてあげる。全体的にメイクする上でほんのりピンクを取り入れて統一感を出してるっていう感じ。肌のまあコンシーラーとかもそうやし、まあ今日はそのディオールのやつが下地とファンデーションが一緒になってるやつやったから下地とかは何も塗ってないんですけど、下地塗る時もピンク使ったりとか、まあ、紫使ったりとかそういう感じでやっております。ではまつげ上げていきます。こちら資生堂です。さっき紹介したマキアージュの美容液がすごいねまつげにコシが出て、ほんまにサボりまくってトータルで1週間ぐらいしか塗ってないんですけど、なんかまつげ伸びたって言われたから絶対効果あるんやと思うね。しかも色素沈着しーひんってことがめっちゃ嬉しい。そうしたら今日はやっと君たちを動画に出せる日が来た。こちら B アイドルのザ・アイパレ102番の愛嬌のピンクブラウンと104番の本能のヌードベージュ、こちらを使っていきたいと思います。っていうのもこちら限定で今はまだ置いてないんですけど、なんとなんと皆さんこの前の生配信は見てくれましたか？昨日か、生配信見てくれましたか？そうなんです、 B アイドルリニューアルをすることになりまして、ずっとこれをね早く言いたいな言いたいなと思ってたんですけど、限定色の復活が決まりました。定番商品になります。はい、おめでとうございます。嬉しい。ということで今日は思う存分この2色を使います。もうみんなも使えるようにもうすぐなるからちょっと紹介させてください。本能のヌードベージュのアイボリーカラーで目をキレイキレイします。これでね目キレイキレイしたらね何で目キレイキレイって、目元がパッと明るくなって何使っても綺麗に塗るしふわっとついてくれていいですよ。でこれは愛嬌のピンクブラウン。この2色は本当にありがたいことにすごい人気色で、発売した時は限定だったっていうのもあってもすぐね店舗からなくなっちゃって、本当に再販のね声をたくさんいただいていたんですけど、まあ前にも B アイドルについて動画出した通り限定色の再販って結構まあリスクとかもいろいろあって難しかったりとかしてなかなかできなかったんで、
でもどうしても私もこれだけ声が届いてるからやりたいということで、ビンアイドル自体も私がアイドル時代からやっているブランドだっていうのもあって、パッケージとかも可愛らしい感じだったので、こうちょっと大人っぽくしたいなっていう考えとかもずっとあって、1年ほど前、もうちょっと前かなぐらいからこっそりこっそり動いてたんですよ。それがようやくね発表できました。じゃあちょっとここね、涙袋になります。これ私よくチムさんが使ってくれないけど、チムさんがよくやってくれないけど、この本能のヌードベージュをこの涙袋にこう塗ると、ちょっとだけツヤとラメみたいなのが入ってて、でもなんかほぼマットみたいな感じの色なんですけど、これなんかそれが絶妙でね、爆発すんねん涙袋、ポーンって腫れ上がってくる感じなんですよね。嬉しくない？私だけ超嬉しいねんけど。はい、ここ使います。目の下の際入れていきますね。もう何回も私もうこの2色はね YouTube で使いたいと思った日、思ったし、やっぱみんなが買えないものを YouTube で紹介するのはどうなんだっていう風に思って紹介してこなかったんですけど、全部定番化されますので、これからはずっと買えます。ありがとうございます。実際私が B アイドルで一番限定色も入れて一番好きなの何ですかって言われたらこの2色だったから、ただ限定で出しちゃったからあんま紹介できなかっただけで、本当に大好きなカラーだったんですよ。だからもう本当に嬉しい。じゃあここのラメ、これ愛嬌のピンクブラウンのラメをざーっと散りばめます。本能のヌードベージュのこのラメ、涙袋の中心にのせます。発売はねまだ3月とかなんですけど、復活するので一旦ここで、生配信見てない人もいるかなと思ったので紹介しました。ここの辺にもラメの木を、まあ、これだけでメイクしても可愛いし、こっちだけでメイクしてももちろん可愛いんですけど、今日はちょっと私がよくやっている2つのパレット使いをやってみました。なんかさ、眉毛先からずっと気になってんけど、この辺もちょっとカーブ欲しいな。メイクしたら眉毛気になるよな、私だけちゃうよな、みんなも仲間だよね。そしたらハイライトをね、ここの本能のヌードベージュのここでやっていきます。このハイライトも最強だから、じゃん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 、ここのハイライトすごい透明感がね出ます。透明感欲しい人、顔の中心にねハイライト入れてあげて、あと涙袋の影も今日はここで描きます。このねカラーで描くと結構自然で可愛いです。ミーゼの CM とかも本能のヌードベージュでチムさんがメイクしてくれて、そうナチュラルにねこのカラーは盛れるのでおすすめです。でこちらイージーアイライナーのおねだりピンク101万、こちらも復活します。限定だったのでもう店舗にねなかったりとかで買えないという声がたくさん届いてたんですけど、私はもうこれがねないとちょっと生きていけないぐらい、もう絶対ここのね粘膜拡張を絶対にやってるんですけど、それにぴったりのカラーと硬さで、これもちゃんと既存商品として出ます。でアイライナー、イージーアイライナーの02番純粋ブラウン、目を開けたままちょっともう影入れる程度にシュ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 と、なんか最近アイラインはほんまになんか影ってぐらいしか入れないですね。でマスカラはもう大好きミルクタッチのボリューム&カールマスカラ使っていきます。今日はブラウン使いますね。ちょっと今日はねちょっと柔らかい感じのメイクなので、黒を強調するようなことをしたくないのでブラウンにしますね。ちょっともうちょっと目元にラメ感欲しいので涙袋ラメ足します。ちょっとイラインも引こうかな、なんか目力ないから。はい、アイメイクこんな感じです。柔らかいピンクベージュメイクみたいな感じですね。そしたらチーク、こちらアンプリチュードのコンスピキュアスモノチークスの新色05番ベビーピンクです。あのいつも使ってるやつとちょっと似てんねんけど、ちょっと青みが強くなった、これが可愛くて、このアンプリチュードのチークはね本当に肌が綺麗に見えるのよ、ね、大好きでこれを使ってます。でちょっと鼻にも塗って、でちょっとねツヤ感欲しいので、さっきの愛嬌のピンクブラウンのここがねバームになってるので、ちょっとだけバームを足して、これ若干血色感が上がるバームなので、ちょっと内側に入れてこうジュワって感じをね出していきます。でリップ、 B アイドルワンモアペンシルの01番リップシェイプ、ちょっとだけ上縁取って、でこちらシェアプルリップ107番愛されピンク、こちらも復活になります。なので今日はこれ、私でもツヤプロリップの中で一番好きな色は、まあ、告白ピンクか愛されピンクかみたいなとこがありますね。もうこれだけでも1個でも可愛いねんけど、もうちょっと可愛くするために最近大好きなジル・スチュアートのとクリスタルブルームリップブーケセラム101番、これ限定なんですけど、上の方にラメとかさっきのワンモアペンシルの縁取りをちょっとぼかすような感じで塗るとちょっと唇がチュッて前に出たような感じになるから、それを使ってやっていきます。うん、完成だ。はい、ということでメイク完成しました。じゃん。
結構まあ毎日メイクって感じで、本当に私の大好きなコスメだけを詰め込んだメイクになってます。なんか最近の気分は結構青みピンク系が好きなんですけど、青みだけでメイクしちゃうとちょっと浮いちゃうから、アイシャドウはちょっと抑えめにピンクベージュみたいな感じでやっております。なんかでもチークは最近青みピンクっていう感じが私の中の流行ですね。今ベスコスを紹介してからそんなに時間も経ってないのに、結構買い物をしてめちゃくちゃいいコスメにもたくさん出会えて、一軍コスメがちょっとまた上半期が始まるということで入れ替わったなっていう印象だったり、あとはウィーアイドルのものがちょっと今日は多かったと思うんですけど、まあリニューアルするということで今までの限定商品が復活するので、私にとってアイパレのこの2色はマジで私の中で一軍コスメで、本当に動画には出しなかったけど限定やからこっそりこっそりよく使ってたので、やっとみんなに使ってもらえる日が来ると思うとすごく嬉しいので、発売楽しみにしててください。生配信では結構詳しくお伝えしてるんですけど、リニューアルしてパッケージが変わったりちょっと成分が変わったりっていう感じでいろいろ変化もありますので、まだ見てないよって方はぜひ生配信もご覧になっていただきたいなと思います。はい、ということで今日も見てくださりありがとうございました。この動画が良かったなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりことしのあかりでした。バイバイ。